金森隆之は大阪府藤寺市出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤右内。中学生時代に所属していた隣接する羽び野市の全羽び野ボーイズではダルビッシュ有の先輩だった。その後は東京都の東海大学菅生高校に進学。3年夏の全国高等学校野球選手権、西東京大会では決勝で敗退し、 甲子園出場は叶わなかったが、時速1 4 5キロメートルの速球を投げ注目された。2003年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムから6巡目で指名された。入団交渉では当初難色を示していたが、交渉を重ねるにつれ態度が軟化していき、同年12月14日に仮契約を結んだ。2004年、2005年のシーズンは一軍での登板は、 なかったが、2005年の周期キャンプでは、ヒルマンチルドレンとして、注目を浴び、2006年には2軍で、防御率3.02で4セーブを上げ、フレッシュオールスターゲームに出場した。2007年、5月25日の東京ヤクルトスワローズ戦で1軍初登板、初勝利を成し遂げた。 その後7月に2軍落ちするも、2軍ではクローザーを任され、防御率1点台で、チーム最多の12セーブを記録。終盤の最小格後は9試合で3勝を挙げ、防御率2.35と高騰した。2008年、キャンプインを目前に控えた1月24日に、先のリジシトレを行っていた名護市営球場で、老朽化したフェンスから脱落したボルトを踏んだことで、 おったけがで出遅れ、部長に終わった。2009年、シーズン終盤から、セットアッパーを任され、クライマックスシリーズ第2ステージ第2戦で、虫万塁のピンチを無失点に抑えるなどの活躍を、した。2010年、セットアッパーの菊池和正が故障で出遅れたために、初の開幕一軍を果たした。同年、先発転向をするも不審が続き、 先発から再度中継に戻ったが、シーズンオフに、また先発転向に向けて練習を始めた。2011年、2012年ともに一軍での登板はなく、2012年11月4日に戦力外通告を受けた。2013年1月9日、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツに入団した。愛媛では35試合に登板し、1勝3敗に、 S, S で防御率2.85の成績であった。NPB 復帰を目指し12球団合同トライアウトへ参加。トライアウト後も千葉ロッテマリーンズの周期キャンプで入団テストを受け、育成選手として入団することが決まった。NPB 球団を退団した選手がアイランドリーグを経由して NPB に復帰するのは山田明親に次いで二人目となる。なお、ロッテのテストには 愛媛で同僚となった岩崎哲也も参加したが岩崎は不合格となり同年限りで引退した2014年6月18日に支配下登録された2016年は1軍での登板は1試合に終わりその試合でも1回4失点と打ち込まれたがイースタンリーグでは17セーブを挙げ最多セーブ投手となった2017年10月3日に 球団から自身二度目の戦力外通告を受けた。11月15日の十二球団合同トライアウトに参加、一飛安打に脱三振零を支球の結果だった。同年12月18日に社会人野球のパナソニック野球部への入団が報道された。2018年11月、現役を引退。パナソニック野球部の投手コーチに就任。ストレートは、 時速 140km 台前半から中盤であり、スライダーカーブフォークボールなどの変化球を持っている。自身のセールスポイントを開き直りの投球としており、ストレートがそんなに速いわけでもなく、変化球がいいわけでもないが、とにかく強気に攻めて、ピンチでは開き直って投球できると語っている。ありがとうございます。